歯科衛生士歯科衛生士は歯科予防処置、歯科診療補助及び歯科保健指導等を行う歯科医療職である。日本においては歯科衛生士は1948年制定の歯科衛生士法に基づく厚生労働大臣免許の国家資格となっており、免許上には厚生労働大臣名が記載されている。歯科医師の指示のもと科予防処置、歯科診療補助及び 歯科衛生指導等を行う。現実的には薬物の塗布、沈着物の除去、診療報酬の点数計算が主な業務内容となっている。またレントゲン撮影などの人体に放射線物質を照射することはできない。この指導は2016年の改正で歯科医師の直接の指導が歯科医師の指導に改正されたもので、これにより歯科医師の判断により 歯科医師の指導の形態として、歯科医師の常時の立ち合いまでは要しないこととなり、歯科医師の確保が困難な地域においては、保健所や市町村保健センター等が、復活物徒府を行うことが可能になった。厚生労働省の平成26年、衛生行政報告例によると、就業歯科衛生士は2014年末現在で116,299名で、あり、 10年間で3万6000名以上増加している。歯科衛生師養成所歯科衛生士法は、制定時は、行とするものであったものが、1955年の改正で本則では、女子のみに限定となったが、その時追加された、同法不足、第二項により、男子にも同法が準用とされた。さらに2014年の改正で、本則上も女子の限定が廃止されており、 男性も資格取得可能であり、男性歯科衛生士は極めて少数ではあるが存在する。近年、大学に歯科衛生士養成課程が新設されてからは男子学生も在籍している。多くの歯科衛生士養成施設では女子のみの募集となっていて、資格取得機会の面で不均衡になっている。なお、 平成24年6月30日の時点で男性歯科衛生士は43名となっている。勤務先の大半は歯科診療所である。医科病院の高校外科や歯科に勤務する者も,もあるが、診療補助業務に関して重複する看護師との住み分けは施設ごとに様々である。歯科衛生士のうち2%は行政の場を職場にしている。都道府県庁 保健所に勤務している歯科衛生士のうちおよそ66%、政令・中核市保健所、特別区に勤務している歯科衛生士のうちおよそ80%、市町村保健センター等に勤務している歯科衛生士のうちおよそ90%が母子保険に関わっている。第二次世界大戦後、連合国軍最高司令官僧司令部は、日本における歯科保険の充実を求めた。 これを受け、1947年9月に保健所法を改正し、保健所の業務として、歯科衛生に関する事項を追加、その保健所歯科業務の担い手の要請のため、1948年に歯科衛生士法を成立させた。1949年に、都道府県知事が推薦した候補者を国費で要請する、形で歯科衛生士の要請が返し、 1>, 1から2年の養成課程を修了した最初の卒業者は70名であった。専門教育課程を修了し、歯科衛生士国家試験に合格した者が歯科衛生士となれる。3年生以上の専門学校、短期大学での養成課程が一般的であるが、歯科医療の高度化、多様化に伴い、大学課程、大学院課程もある。 日本の歯科衛生士、養成所学校歯科衛生士、養成所アメリカが死国において、デンタルハイジニストは予防医療を専門とする資格であり、多くのデンタルハイジニストに局所麻酔を行うことが許されている。高校清掃、レントゲン撮影、シーラント、スケーリング、ルートプレーニングを規則に基づき行うことができる。ほとんどの州では歯科医師の指導のもとに行うが、 司会士の指導なしに、これらのことを行うことが許されている州もある。デンタルハイジニストとなるためには、いくつかの方法がある。最も一般的なものは、科学と一般教養を学んだ後に3年間の専門教育を受けることである。この専門教育には、解剖学、高校解剖学、理工学、薬理学、歯周病学、栄養学、及び臨床科目を含んでいる。 さらに、4年や6年をかける学校もある。また、アメリカ歯科衛生士会は、さらに上位に当たるアドバンストデンタルハイジーン、プラクティショナーの資格を定めた。ありがとうございます。